ズールは全て頭のいいやつに都合のいいように作られてるってことだ。ここに転がってるこのクズでも俺の言う通り勉強すれば必ず東大に入れる。そして東大に入った瞬間にクズはクズじゃなくなる。お前らはなんでバカなのか教えてやろうか。バカなのか教えてやろうか。実態と仕組みを知らねえってことがバカなんだよ。もう何が起きたって不思議じゃねえんだ。自分で乗り切った経験は自信になる。それは苦しい時を乗り越える力なんだ。どんなに努力しても、どんなに力を振り絞っても本質を見抜く力がなければ権力者と同じ土俵にすら立てるんだよ。俺の売ってる切符はそこらの安物切符とはわけが違う。東大行きっていう超極上のプラチナチケットだ。この国で許された唯一の平等なんだ。いいか、搾取されるだけの人間になりたくなければ、不満ばかり言う人生を送りたくなければ、お前ら勉強しろ。
てのな、いわば世の中の縮図だ。だから勝て。賢い奴は騙されてに得して勝つ、バカは騙されて損して負け続ける。これが今の世の中の仕組みだ。その時初めてわしはまま人間になれる。